風魔小太郎とは戦国時代に相模国や関東を治めた後、北条氏に仕えた忍者集団風魔一族の首領の名であり、代々襲名される由緒ある名称と言われています。風魔一族は、北条早雲が乗馬技術を高く評価して配下に迎え入れたのが始まりで、諜報活動や予知などで活躍しました。風魔小太郎の中でも最強と謳われたのが北条氏綱、氏康、氏政、氏直と、小田原の北条家4代にわたって仕えたとされる5代目の風魔小太郎であると言われています。その風貌は身長が約2メートルの筋骨隆々の大男で、目や口が裂けて牙が生えているなど人間離れしていると噂されました。後北条氏滅亡後は江戸へ上り盗賊になったとも伝えられています。風魔小太郎は多くの作品や物語に登場するモチーフとなっており、忍者の伝説として今も語り継がれています。